出かけん TV レディーゴー。ブンハロー YouTube、 どうも出かけんです。イエ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 イ、パフ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 、イエ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 イ。ということで、ガチャガチャで撮ったものだけで3日間生活。はい、実はですね、前回ガチャガチャで撮ったものだけで24時間生活というのが結構人気だったので、結構リクエストも多かったんで、今回は3日間でやってみたいと思います。そしてですね、今日はヤマシーが来てくれてます。お願いします。お願いします。ヤマシーが審判だから。審判。今日はもう厳しめでやって、じゃないともうそれ楽しくないから、やっぱりその厳しめでやって、毎回3つを撮って、でその中で食事をしていくっていうのがやっぱ大事なんで。毎回3つ？そう、やっぱね、3つ。ガチャガチャにもね、味噌汁のガチャガチャとかお菓子のガチャガチャとか色々あるんで、今回は3つずつやっていきたいと思います。もうちょっと面白くしよう。もうちょっと面白くしよう。3食毎回ちゃんと食べようとしてんの？ダメだそれは。お前餓死するぞ俺。3日あったら俺餓死できるぞお前。そんなのガチャガチャはちょっとヤマシーがやってきてくれたんだよね。やってきました。こんなにたくさんガチャガチャが入ってます。どんなのを取ってきてくれた？ちなみにどういうものもある？高級食材もある。ある、あるんだ。デザートもある。うん、もちろんご飯系もある。わ、何でもある。お菓子もある。お菓子もあるよ。なるほどね、はい、じゃあ結構なんていうの、幸せなものがたくさん入ってる。もちろん。なるほどなるほど、わかりました。じゃあこれでガチャガチャで取った食べ物だけで、出かけ3日間生活やっていきたいと思います。じゃあまず1日目の朝食です。いくよ。いいよ。ガチャガチャ何個なのか。1個。うわー、いや朝食だとしてもやばいよ、不穏だわ。いいものあるから。でもまあそうかそうか、それでなんかお弁当とか出ちゃえばもうこっちの勝ちか。1日目の朝食大事。ガチャガチャ1個だけなんで。これ、赤いぞ。すごい赤いやつですね。じゃあ行きます。チュッパ、お願い。いいやつ、お弁当とか出て、せーの、はい。あ、なんだ、え、やばい。ピスタチオピスタチオ、うわ、中超柔らかいの入ってる。周りがすごい硬くて、中に超柔らかい。これ取れるんかな。あ、取れそう取れそう。はい、スクイーズみたいなやつが入ってて、殻は超硬いですね。ピスタチオ？無理だよこんなの。朝食ピスタチオだけ？もちろん。いや終わる終わる、この企画超過酷だわ。ピスタチオだけ？ピスタチオだけ用意してくるね。用意してくるねじゃないんで。終わったわ、完全に終わった。このガチャガチャを食べ物に変えるとこちらですね。いや大きさが全然違うよ。ヤマシ、これは大きいピスタチオにしてくれないと。ないから。大きいピスタチオってないんだよ。超過酷じゃん。過酷すぎるかもね。過酷すぎるかもねじゃないんだよ。超やばいだろこんなの。ピスタチオ1個だけ。まあでも朝だからちょっと時間経てば昼ご飯になるんで、朝食はこれで我慢したいと思います。じゃあいただきます。こちらでピスタチオですね。美味しい。あ、一個しか食べれないと思うとやっぱ味わいすごいね。ピスタチオの香りがグワってすごい味わえる。より鮮明に味わう努力してるよ、体全体が。なんとかしてピスタチオからカロリーを得ようとして。ありがたい、今歯に挟まったから数回に分けて食べれる。うわ、もう終わり？もう終わり。やばいなぁ。いや、それ食べないから普通。ちょっと、どう？殻からも出汁が出るんでね。出汁って言うの？塩っ気が。やば、全然足りないよ。でもお昼に3出して。そうだね、うん、お昼にルーレットで3出すしかないから、お昼ご飯を待ちたいと思います。待ちに待ったお昼ご飯の時間です。でもルーレット回してもらって。そうだね、お願い。3個、せめて2個ね。せめて2個。せーの、はい、2個。じゃあ2個あればまあちょっとはね空腹満たせると思うんで。はい、じゃあここから2個。はい、取りますね。入ってんだよねお弁当とか。入ってる。高級食材とかね、うん、よし、じゃあまず1個はこれとこれ。じゃあ早速これを開封していきたいと思います。まずはこっち、赤色から。せーの、よいしょ。はい、いきました。ポテトチップス海苔塩、これはいいね。これいいね。いやだって一袋でしょこれは。これは一袋だね。完璧です。続いてこっち、お願い、いいの出てよ。せーの、おい。お、これはまさか、あ、来たんじゃない、ハンバーグ。あ、いいね。やったハンバーグだ。これスクイーズのね、プニプニのすっごい気持ちいいやつ、ちゃんと書いてありますね。ハンバーグ、これはまあハンバーグ丸々1個ってことでいいのかな。そうだね、そこにケチャップだね。あ、そうだね、ハンバーグ丸々1個です。いやもうこれ最高だよ。これいい組み合わせだと思う。めちゃめちゃ最高。ポテトチップスとハンバーグなんて小学校の夢みたいな食事だもん。デブのポピュラーな食事ですねこれは。すごい。じゃあ早速これを食べたいと思います。このガチャガチャを食べ物にしたのがこちらです。そっくりだね。そのまんまだねこれ。再現度やっぱすごいんだね。超そっくりだよ。ポテチはこんな感じ。ハンバーグもこの再現度はなかなかだよ。ヤマシーすごいな。ヤマシーありがとうな、本当にな、この再現度。ここまで仕掛けられるとはね。すごい近づいたよ。限りなく近づいた気がします。ということでデカキンのお昼ご飯はこちらの2つです。いただきます。はい、デカキンのお気に入りのベイマックスの箸を使って食べたいと思います。これはどうでもいいんですけど。
ハイチャ。うわー、美味しそう。美味しそうだね。やっと食事らしいもん食べれるよ。ハンバーグ大好き。うまい。これはうまいよ。ケチャップ多いな。ね。でも超うまい。これでね、ちょうどいいぐらい。めちゃめちゃうまい。やっぱあれだね、空腹はスパイスなんだね。倍うまく感じる。やっぱりよかったね。じゃあ最初ピスタチオ1個で。よくないよ。はい、ラスト一口です。いただきます。うん、うまっ。はい、そしてのり塩。よいしょ。デカキンはね、こうやってポテチを箸で食べるっていうおしゃれさを感じてますね。おしゃれなの？おしゃれでしょ、箸で食べるなんて。でもさ、あの手についてさ、うん、最後に手を舐めるっていう。あー、なるほどね。わかるけど、それのり塩でやっちゃうと、この爪の中にね、のり入っちゃうね。確かにそうだ。そうやって考えると、やっぱ一番おしゃれな、フレンチレストランでポテチ出すんだったら、こういう食べ方や、やっぱり。出せないだ。ま、うまいな、のり塩。なんか大人になってからコンソメパンチよりのり塩の方が好きになったんだよね、俺。あ、そうなんだ。うん。もちろんなんか幸せバターが一番好きなんだけど、やっぱのり塩も結構好きになった。最高。ラスト1枚です。ということで、完食です。いやもうこれ最高、最高のお昼ご飯でした。それでは早速、夜ご飯に期待したいと思います。わー、これは幸せ。ということで、1日目の終わりです。最後の夜ご飯をガチャガチャで決めたいと思います。じゃあ、ガチャガチャお願いします。いや、ルーレットお願いします。あ、ルーレット。はい、失礼しました。ではまず、ルーレットを回したいと思います。ニッカさん !2! オッケー!ガチャガチャが2個引けます。では、ガチャガチャお願いします。はい。よし。2個引けるからね。ラッキーラッキー。じゃまずは、これと、これ。おー、半透明、半分透明のやつが2つですね。これを半透明って言うんだね。半分透明の半透明だよ、その。合ってるもん。山氏の言う半透明じゃなくて。それでは、早速じゃあ、こちらから開けてきます。よし、何が出るのか。よっしゃー。お？え？嘘でしょ？え？本当に？うわー！お刺身だ！お刺身の盛り合わせみたいな当たった！うわ、すごい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 。プニット刺身8。もう8まで来てるわ。人気すぎて8まで来てるやつですね。豪華盛りの2です。これ開くんかな？どうなんだろう。開けてみよっか、ちょっと。開きそう。開くわ。ちゃんとこうやって、上の蓋も取れて、うわ、プニプニ！すっごい、スクイーズぐらいのプニプニ。あ、すごい！ビン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 って、茶味線できそう。あ、ホタテなんてもう踊るような、ほら。でも取れそうだよ。でも取れないの、これちゃんとくっついてんの。そうなんだ。ほら、違う。あ、伸びる。お餅みたい。やめろ、ホタテお餅って言ったらもうお餅にしか見えなくなるだろ、お前。お餅用意しようか。お餅用意しない、用意しない。いいね。すっげえいいじゃん。刺身、豪華盛りです。そしてもう一つが、よいしょ。お、これは味噌汁。はい、最高の組み合わせじゃん。最高だわ。刺身に味噌汁ってすごくない？これちなみに何味噌汁なんだろう。おかずは味噌汁ですやつで、もやしプラス豚ひき。なんだこれ、すげえ。これレシピが書いてあるよ。この料理作るにはこうやってくださいっていうレシピが書いてある。もちろん山氏はこれでレシピ通りにこれを作るってことだよね。え、これ作ってくれないの？これ作ったよ。一番近づけた似てるやつを買ってきてくれた。まあでもこれも皆さんね、ぜひ作ってみるのも良さそうだよね、このガチャガチャで味噌汁。ということで、デカキンの夜ご飯はこちらです。そしてこのガチャガチャが食べ物になるとこちらです。おー、似てるね。いいね。似てるね。はい、刺身盛りはこんな感じですね。このなんていうの、10分の1サイズみたいなさ感じがあってすごいですね。まあ若干ちょっとホタテが違ったりとか、ホタテがイカになってたりとかはあるんですけど、まあでもこれはこれで許してください。もう限りなく似てるね。そうだよね、一緒でしょ。うん、ほとんど一緒です、これは。あとこれね、これは何の汁だ、やましい。これ何これ、ちょっと違うじゃん。透き通って、こっち透き通ってんのよ。もやしとか入ってんのに、こっちはなんかさ、いろいろ浮いてんだけど、沈殿物とかなんか。これはね、鶏白湯味。鶏白湯？絶対これ鶏白湯じゃないぞ、お前これ。豚ひき肉とか言ってたもんね。言ってた。で、もやし入ってるとか言ってたけど。やっぱりその鶏団子をね、探したのよ、結構。なんかこういう豚のひき肉みたいなの探したんだけど、なかなかなくて。そう、そっちに合わせに行ったら、うん、これになっちゃった。鶏白湯になった。まあでも似てる、限りなく似てるね。はい、ということでこちらですね、最高の食事になってると思います。これがデカキンの夜ご飯です。では早速いただきます。じゃあわさびとデカキンがいつも使ってる醤油ですね。これ甘口醤油で超うまいんでおすすめです。これいいよね、調味料は。うん、調味料いいよね。全然美味しくやっぱり食べてもらうためには。あ、ありがとうございます。そこは優しいんだけどな、急にルーレットで1出た時ピスタチオ1個っていう下道みたいなことしてくるからな。でもこれで許して。まあ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 、そうだね。夜ご飯がねこんな豪華だったんで、よし。いやー、ご飯食べたくなるね。そうだね、確かに。ご飯が欲しくなっちゃうけど、これはね、この生活なんで。逆にあれかもね、本当にちょっと痩せちゃうかもね。かもしんない。炭水化物抜きダイエットみたいに自然になって。では、まずは、サーモンいただきます。とろける、うまい。スーパーの刺身盛りもなんか美味しいよね、すごいね。なんでなんだろうな、すっごい美味しく感じる。
で、こちらもすっごいドロドロしてる。うまいわ。うまっ。鶏白湯のラーメンの汁みたいな感じ。中トロなんで食べれんだ、このガチャガチャ生活で。激うま。わあ、ガチャガチャ生活やってよかった。はい、ということで完食です。ごちそうさまでした。いやー、これはうまい。最高。もうガチャガチャに感謝。もう超最高。本当いい組み合わせ引いたよね、これ。ね、やっぱ朝食の引きが悪かった分、お昼ご飯と夜ご飯で最高のガチャ引きだったんで、神引きと言っても過言ではない。本当だ、これいいんじゃない？これいいかもしんない。だってお昼ご飯はポピュラーデブ引き。うん。そうだな。ポピュラーデブ引きをしまして、夜ご飯は誰もが羨む刺し盛り神引きしたんで、これはもう最高っすね。明日も楽しみだね、うん、それでは皆さんおやすみなさい。おはようございます。おはようございます。2日目の朝です。手書き、また朝を迎えまして、お腹がペコペコなので、早速ガチャガチャをやっていきたいと思います、はい、まずはルーレットです。でれれ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 れ、ストップ。ガチャ2個です。じゃあこれ順当順当。じゃあまず1個目これと、もう1個がこれ。じゃあ早速開けてみたいと思います。まずちょっと、あ、やばいな。なんかうっすら見えてるけど、事実であってほしくない。まず1個目。よいしょ。はい、開けました。うわー、そっか。そうだよね、やっぱりね。うっすら見えてたもん。はい、ということで、1つ目はバナナです。すげー、めくれてる。うわー、すげー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 。しっかりバナナだね、なんかね。でも朝食っぽくない？朝バナナ食べるのは、だから俺が OL とかだったらわかるけどさ、また1本でしょ？もちろん。バナナ1本だけはちょっとやだな。そして2つ目、お願い。バナナだったんだから、ね、せーの。はい。はい、2つ目。ぶどうです。なんでフルーツだけなんだよ、朝食が。バナナとブドウでさ。朝食っぽいから。ぽいけど、いや、ちょっとがっつり食べたいよ、朝なんから。とんかつとかそんな食べたいのに。あ、待って待って待って、これすごい。あ、そういうこと？ギュッと果汁しぼりーなっていうやつなんですけど、なんとですね、ここに押すボタンあって、で、ここ押すと、むぎゅーってほら。むぎゅーって出てくる。うわ、ベッタベタ。ほら。すっごい。これ面白い。これは嬉しいね。ちょっと子供とか喜びそう。これも面白いガチャだね。なんかね、ここだけ出るっていう。ということで、手書きの2日目の朝食はバナナとブドウです。無理だ、これモデルさんとかでしょ。モデルさんとか OL が食べるような食事でしょ、朝の。でもしょうがないよ、もうこれもルーレット、そして手書きの手が決めたことだから。まあ俺のガチャ運だよね、うん、ヘルシーでいいじゃん。まあね、ちょっとこういうフルーツとかを朝食にして食べるような人生を送ってみたいなって気持ちもあったんで、うん、早速手書きも朝食を取りたいと思います。このガチャガチャのバナナとブドウを食べ物にするとこちらです。すごい。なんかいいブドウだね、なんかね。いいブドウだよこれ。山梨県のいいブドウ。あ、山梨のブドウ、ありがとうございます。超美味しいブドウをいただきます。ちょっとこれで見るとね、ちょっと嬉しくなってきたわ。いい朝食って感じがしてきましたね。ということでいただきます。あれ、これなんかまあちょっと黒い部分あるけど、これがまた甘くて美味しいってことだよね。そうそうそう、美味しいよこれ。ほら、こうやっちゃったらもう一緒でしょ、ほら。一緒一緒、完全に一緒だわ。すごいね、この再現力。あ、うまっ。自然の甘みはほっこりするね。俺がさ、その原始時代に生まれてさ、フルーツばっか食べてたらさ、太ってなかったんかな。もっといいスタイルになってたんかもね。フルーツでも俺実際過ごせるからね、正直。フルーツ好きだから。あ、私今日決まったじゃん。決まってないよ、何も。でもフルーツでね、やりたいよね、ほんとね。いちごもバナナもぶどうも全部好きなんで。いい、ね、して、こちらぶどう。うーん、うーわ、お盆でなんか実家帰った時に一番出される高級なやつ。いいね。うん、お盆の味かな、あの独特の。一瞬線香臭さも感じるぐらいの、わかる、あの独特のぶどうの感じ。皮どうしてた、これ。ぴゅって出すよね。え、どうしてる、剥いて食べてるかもしれない。ぶどう、え、ほら、そんなんやったことないわ。これ剥いて、そう、指黒くなるじゃん。いいじゃん。指は俺黒くしたくない、やっぱり。言ったら昨日のポテトチップスといい、そのりしおといいね、うん、やっぱ指は爪汚くなるの嫌だから。一気にちゃんだ。うん、皮を出すの忘れるぐらいのうまさ。補充できるのよ、皮をこっちのほっぺに置いとくの。置いといてまとめて出した方がさ、たくさんすぐ食べれるじゃん。すごいな、その考えはなかったわ、うん、今、3皮貯蓄してる、3皮、ね、ちょっとハムスになってる、なってきてる、うん、ちょっとだけ、うん、うまっ、超うまい。はい、いただきます。うん、うまっ。はい、ということでバナナとブドウを完食しました。どう、朝食として。いや、超いい。本当に今後こういう朝食もやってみようかなっていうぐらい、マジでなんかちょっと幸せな気分。いいね、フルーツの甘みって優しいんだなってことを気づけた。いや、よかったね。じゃあ、そう、全然いい、全然いい。ということで、デカキンの2日目の朝食でした。ごちそうさまでした。
はい、ということで、お昼ご飯の時間です。あのね、ちょっとやばいわ。フルーツって、食べた瞬間はお腹いっぱいになるんだけど、もうすぐお腹すく。そうなのか。水分が多いから、だから、おしっこしたらもうないみたいな。ほとんど水分だったから、超今お腹減ってるよ。でも3出そう。あ、そうだね。ルーレットで3出して、なんか炭水化物的なやつ、入ってんよね、まだね。入ってるよ、もちろん。じゃあもうそれを必ず取ってやらないと。もう超お腹減ったわ。早速ルーレットを回したいと思います。ダラダン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 。ストップ！うわーいこわーこれはやばい！いいのあるから。いいのほんと入ってんのね。入ってるから、ほんとに。ほんとに入ってる？ほんとに入ってる。じゃあもう紙引きするしかないね。1個で紙引きして、もうお腹いっぱいになる。だから弁当。弁当取ろう、弁当。マジか。1個か。シンプルに大きいやつ取った方がいいかな。これこれでいきます。この真っ赤。超真っ赤。何が入ってるか分かんないようなやつですね。それでは揚げていきたいと思います。じゃあいきます。せーの。よいしょ。ん？なんだこれ？なんかキックボクシングみたいな人がいますね。これが。え超いい感じなんだけど、なんか焼き鳥っぽいのある。超いい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 。こんな大量に入ってんだね。こんなね、わーってね。よいしょ。よいしょ。そういう焼き方ね。うん、中に穴開いててね。ここからスポって出せんね。こうやって。絶対その空気穴で、絶対出すような穴じゃないと思うんだけど。その穴にちょうどいいんだね。ちょうどよく。はい、ということで、完成しました。かわいい。超かわいいよ。これがですね、タイスタイル串焼きピーナッツソース添えサテですね。サテっていう食べ物らしい。タイの串焼き、タイの串焼きのサテです。だけどさ、俺ヤマシンにさ、ちょっと言いたいことあってさ、メニューの中でもこれどれが出るか分かんなかったわけじゃん。これさ、ミスタートムヤムっていうさ、ティーヌン伝説のマスコットキャラクター、銅像当たった時どうするつもりだったのこれ。それはね、その銅像を用意するつもりだった。ん？銅像用意してもしょうがないじゃん。俺食べ物じゃないんだから、これ食べれないだろう、用意されても。辛さ6だってそれ。辛さ 6？ うん、その銅像。辛いのこの。何からしかなんか塗りたぐるのこの銅像に。いやまあまあ当たったからよかったけど、これ食べ物じゃないやつもワンチャン入ってんだからさ。本当だね。危ないよ、これ。危ないガチャだったな。でもこん中だったら一番食べたいやつ。あ、そんなことないわ。トムヤムラーメンとか、ガパオとかの方が食べたかったな。この二つの方が。ガパオ美味しいよね。炭水化物食べたかったな、この二つの。まあまあまあ、でも肉なんでね。串焼きなんで。早速用意してもらおうと思います。はい、ということで、このガチャガチャのサテを食べ物にすると、こちらです。サテです、こちらが。すっごい、なんか、葉っぱ増えてるけど。いや、そういうの。葉っぱなかったけど、これ。お店によっての違いじゃないこれは。そうなのかな、うん、まあ、サテで頼んだらこれが来たのもね。すっごい美味しそうだけど、めちゃめちゃパクチーの匂いやばいけど、めちゃめちゃパクチー臭がすごいよ。すごいね。あと、タレのいい香りもすごい。確かに確かに。うん、やっぱタイだからパクチーの料理だったんだね、串もね。うん、ということで、出かきのお昼ご飯のサテです。いただきます。まあ、なんだかんだ肉食べれてるわけだから。まあ、そうだね。いいよね。これちなみに何の肉なのこれ。ぱっと見牛肉だよね。牛肉。うんま甘いんだ。甘い味付け。あ、後からパクチーだからすごい。小さく切った鶏肉や羊？羊っぽくないけどね。なんか臭みとかないから。でも、ものによっては。牛肉の可能性もある。あ、牛肉を使ったサテサピっていうのもあるんだ。牛の感じもあんのかな。まあ、すごい最初甘くてさ、甘い味付けで超美味しい牛肉って感じなのに、後からパクチーすごいのよ。パクチー好きの人はもう最高に好きだと思う。あ、いいね。俺は中くらいに好きだから、絶妙。うん、ちょっと寄り来ちゃうのね。寄り来ちゃう。うん、うまっ。あ、でも後から食うからね。うわー。甘くてうまいけど、うわー、すごい。空腹に来る、これ。来るね。でも、あ、来るね。空腹に来るね。この匂いって空腹に来るわ。うわー。一本目からずっとその反応だよね、もうね。ヤマシーはちなみにパクチーは好きなの？パクチー苦手だね。じゃあもうこの匂い来るだけでちょっとおーってなってる？いやね、この別に誰かが食べてるのを匂う感じは大丈夫。あ、そうなんだ。食べるとちょっとあれなんだね。確かにね。でもすごいよ、匂い。すごい。パクチー苦手な人はね、あのこのパクチーをね、なんかカメムシ食べてるみたいって思っちゃうんだよね。あ、そういう感じ？そう。なんだろうね、なんかに受け付けないんだよね、体が。ねえ、生理的な感じだったんだ。なんで？すっごい来たから匂い。こんなに乗せる必要あったかな、パクチー。はい、ラスト一口です。うん、はい、完食です。なんかでもガチャガチャ1個だけしか引けなかったじゃん、うん、だけどお肉だから噛むことが多かったから、ちょっと7、8割ぐらいは埋まったかもしれない。あ、いいね。じゃあちょっと足りない感はあるけど、まあでもまあまあ当初思ってたよりはちょっとお腹が埋まってきた気するな。よかったよかった。これだったら夜までなんとか耐えれそうな気がするんで、夜ご飯までお昼寝しながら待ちたいと思います。デカキン？夕飯だよ。夕飯の時間。ありがとうよ。ちょっと、汗かいたな。気持ち痩せたんじゃない？そうだね、もうカロリーないわ。今カロリーゼロです。
このままじゃ本当にやばい。なんとかして食べたいんで、早速ルーレットを回したいと思います。てんてててんてててんてて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 てんてててんて、ストップ !2 個ガチャ2個です。なるほどね。夜ご飯はガチャ2個ね。じゃ、いきます。2日目の夜ご飯いいの出てほしい。じゃあ、1個目これと、白いやつと、あとが、これよし。ということで、デカキンの夜ご飯は、このガチャとこのガチャです。はい、では開けていきまーす。まずこちらから、せーの。よいしょ。やめてよ。ちょっと待って。待って。グミ正解。グミペン、いや、でもグミ、食べ物としてはグミ。食べ物としてはグミね。でもこのガチャガチャが、グミペンって言ってどうなってんだろう、これ。ペンだ。蛍光ペンになってるわ。すごいね。あ、これで塗るわけだ。面白。ちょっとなんかやましいな。書いてほしいものとかある？俺せっかくだから書くから、なんか。今食べたいもの、今食べたいもの、そう、願いが叶うように。あ、なるほどね。今食べたいもの書くわ。確かにな、今食べたいもの書いた方がいいもんな。はい、書けました。今デカキンの食べたいのはこちらです。はい、山氏、何かわかる？ケーキだね。あ、違う、ホールケーキね。いや、普通のショートケーキじゃダメだよ。ホールケーキ、ホールケーキ、ホールケーキ丸ごと、誕生日とか関係ない。とにかくもう毎日ホールケーキ食べたい。1個、いいね。近いもの入ってたりする？まあわかんない。どうなるかわかんない。うん、どう？入ってる？入ってない？いろんな括りにしたら近いものは入ってるよ。なんか変な言い方してるな、山氏。大きくまとめたら近いものが入ってる。本当に？まあじゃあ期待するわ。はい、ということでこちらですね。グミペン、パープルが当たりました。こんなのあんだね。すごいね。じゃあ二つ目です。こっち開けます。せーの。ほい。なんだ？キッコーマンの美味しい無調整豆乳。え？飲み物。飲み物だね。え、嘘でしょ？グミと飲み物。そう。夜ご飯よ。メインディッシュよ。しょうがないよね。しょうがないよね、というか。これが、え？逆でしょ？だって。やば！夜ご飯グミと豆乳？そう。やばい、だってさ、こんな食事してる人なんている？マジで？グミせめて一袋にしない？いや、ダメ。やばいよ、これマジで。グミと豆乳でしょ？ということで、ガチャガチャで取ったやつを食べ物にすると、こちらです。やばいってこれは。減量中の人でもこんな食生活しないもん。すごいなぁ。グミ1個と豆乳でしょ？やばいよ。今までさ、ガチャガチャのものより、大きいのが出てきたじゃん。うん、出てきた。これ両方ともさ、ちっちゃくなったよね。ちっちゃ。確かに。両方ちっちゃくなってるし。いや、あったよ。ヤマシ忘れてるかもしれないけど、しょっぱなピスタチオ引いてるから俺。あ、そっか。忘れてた。やばいよ、これ。で、ちょっと、これ試したかったね。これ入るって言ってたから、入れてみよっか。ここにこうやって入れると、あ、すごっ。おぉ、ぴったり入った。ぴったり。でも俺わざわざ豆乳これに入れんわ。確かに。持ち運ぶときに。そうだね。これで十分すぎるぐらいなって守られてんだから。まあ、でも、超冷たい状態で持ってきたいときはってことだね。そういうことだね。はい、ということで、こちらですね。はぁ、じゃあ。食べるか。まずはこっちの豆乳からだね。味合わないと。やば。ちょっとやばいかも。二日目でワンチャンギブアップあるぞ。お腹超減ってんのに今。豆乳いただきます。やば。全然甘さ控えめ。糖分取れない。全然さっきのサテの方が超甘かったのに、マジで甘みほぼないよ。すっごい探らないと。甘さの探偵にならないと見つけられない。この甘さは。見つけた？ちょっと待って、今探すから。うん、見つからない。ない。ない。甘さない。やば、マジで甘さないわ。無調整豆乳だもん、だって。甘さ何も入れてくれてない。大豆しか入ってない、多分。やば。それをこのグミで補えばいいのか、甘さを。ちょっとずつ食べよう。一食じゃダメだから。甘い。そんなに甘いはずじゃないんだけどね。すっごい甘い。うん。組み合わせは最高なんだよね。甘さこっちで補えるから。なくなってるよ。なくなってるよ。もうないよ。もうないよ。まだあるかもしれんから。もうないよ。いつまで吸ってんの。まだあるかもしれん。ない。なんで、かすかにあるかもしれんから。ないよ。もうないって。はい、完全に。うわー、なんか、なんだろう。変な汗出てきたな。やば。体がピンチを訴えてんのかな。これだけじゃ足りないよって。超汗出てきた。なんでだろう。なんで？本当にこれで終わり。終わり。軍よ、おかわりは。ない。これのおかわり。おかわりない。明日の朝を待とう。寝よう。寝るしかない。うん、寝れないって。空腹で。空腹で寝れないですけど。まあ、ちょっと、明日の朝を待ちたいと思います。ちょっと、ヤマシーには監視してもらうんで、なんか食べてないか。あ、そうだね。万が一食べたらもうそこで終了なんで、ギブアップしてたら本当にすいません。ということで、ちょっときついんですけども、明日の朝を待ちたいと思います。デカキン TV。
おはようございます。おはようございます。寝れた？寝れなくて5時頃にやっと寝れました。朝5時に寝れたんで、ちょっとまだ眠気もあるぐらいの感じですね。これはもうまずいわ。本当に朝食でいいの引けなかったらもうギブアップしようと思います。ちょっとしんどいかもしれない。結構きつい。結構きつい。やっぱその140キロの体を動かすには相当なカロリーが必要なんですよ。だからこのカロリーだと本当にね、まあ、ぶっ倒れるまではいかないけど、ちょっと一歩歩いたら崩れ落ちそうな感じ結構やばいですねでも結構そう、うん、来てるので、ちょっと本当に朝食次第ではギブアップしちゃうかもしれませんが、まあでもなんとかね達成したいんで頑張りたいと思います。それでは最終日3日目の朝ごはんです。ではルーレット回しましょう。お願い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 。ストップ。3個来た来たぞ。来たわ。ガシャ3個初。3個初だよ。だからやっぱ昨日辛かったからこそ来たんだよ今回。あ、指だった。なんか中指の骨がすごい音しましたね。コキャって言ってちょっと待ってくれ。これ取ろう。もうこれはもう選ばず。はい、1個目で、こっちが2個目。はい、3個目。はい、こちらでいきます。では早速開封していきたいと思います。はい、まず1つ目お願い。いいの出て、せーの、はい。お、あれ前ハンバーグが出たまんまのレストランだ。ちょっとこれは期待が高い。なんだ、え、マジ。そうだよねこれね。はい、ということでポテトだ。ポテトゲットしたぞ。ポテトゲットした。しかもスクイーズの超気持ちいいやつ。うわすごい気持ちいいです。超気持ちいい。いやでもこれポテトは超嬉しいよ。どのポテトだとしても、まあマックのポテトが一番最高だけど、どのポテトだとしても一番最高だね。はい、ということで一つ目はポテトです。二つ目、え、二つ目もまんまのレストランだよほら、二つ目もまんまのレストランです。ということは、え、この色は、きたナポリタンです。ナポリタンだよ。またスクイーズの気持ちいいやつで。ということで、ナポリタンゲットしました。最高。超最高じゃん。いいね、この組み合わせは。いいね。そして最後が、開けてみます。よいしょ。なんだろうこれ。なんか作りそうな感じがしますね。なんか作れるような、なんかキットが。え？なんだこれ。なんかろうそくみたいなのが3つと、あとこういう、あ、なんかね、粘土みたいなやつ。粘土みたいなやつと、こっちもなんか粘土みたいなやつが入ってますね。え、何これ。キャンディー粘土ロリポップだって。何ロリポップって。そこわかんない。あー、チュッパチャップスか。そうだね。チュッパチャップスだね。で、これを作るんだ。なるほど。ちょっとこれ作ってみたいと思います。はい、ということで、チュッパチャップス完成。でかいね。ね、結構大きいよ。これはね、楽しめるわ。粘土こうやってつけて、でっかいチュッパチャップスができたら、これ嬉しいな。デカキンも嬉しかったんで。ということで、デカキンの最終日の朝食は、ポテト、ナポリタン、チュッパチャップスです。やけに可愛いのが出たね。ほんとだね、なんか全部。まん丸のやつでね。ね。いや、丸いなぁ、全部。丸いのが揃って。なんかさ、超丸い。あるよね、フルーツだったら。なんだろうね。バラバラに来ればいいのにね。ね、運の割り振り、俺むずいな。なんかうまくいかないね。ガチャガチャで取ったものを食べ物にしたのがこちらです。再現度高くない？丸める必要ラップに、熱い熱い。丸める必要あったラップで。やってみたらさ、うまくなっちゃったから。これこのまま行こうと思って。超再現度高いよ。いや、まずはさ、これほら、チュッパチャップスはまあまあ、色が似てるのかなぐらいの感じだよね。で、これがやばいね。これ、そのまんまだよ。ナポリタン、どっちが取ったやつか、俺もう、わかんないもん、見た目で。熱い。これ、すごい、熱さでわかるぐらい。ナポリタン丸めるなよ。これいいよ、すっごいね。で、もちろん、ポテトも丸めたんですね。そう。ポテト。ちなみにこのポテトは、これもマックのポテト。ありがとうございます、はい、マックのポテトをいただきました。はい、じゃあこれで早速食べていきたいと思います。じゃあまずはナポリタンからいった方がいいかな、うん、どうやって食べるのこれ。なんかあのあれだね、ちょっとおしゃれなお母さんが作ってくれたお弁当みたいな感じだねあ、そうだね。あー、すごいラップに包まれてて、うん、すごいな、こんな量入ってたんだ。すごい量入ってるわ。ちょっと1人前入ってるよ。1人前入ってるの、うん、さっきの量で。そう、すごいな。じゃあ朝食いただきます。もうずっとお腹減ってたから、マジでもう超嬉しい。うん、うまい。太麺だね、結構ね。丸い太麺というか。超うまいよ。最高だな、ほんとに。一瞬だわ、マジで。お腹減ってたから。おしゃれなお母さん、ありがとう。うん、めちゃめちゃ美味しかったよ。超美味しい。あっという間だったね。あっという間、もう最速ですね。で、ポテト、マックなんでしょ、これ。そう。うん。うまい。コーラあればな。コーラを取ってれば超美味しかったのにな。うん、超うまい。マックのポテトが一番だね、この塩っ気とかね。うん、最高だね。あー、チュッパチャップスね、最近食べてなかったからな。これちなみに味はストロベリークリームです。おー、似てる超似てるじゃん。上の色なんてそっくりだね。下がちょっと色違うぐらいで、うん、超そっくり。いただきます。チュッパチャップスこんなうまいんだ。うまいわ、チュッパチャップス。ポテトも食べて。うん。
ということで、ごちそうさまでした。ちょっとね、チュッパチャップスがまだ溶けきてないので、次のお昼ご飯までのつなぎにしようと思います。最高だね。ちょっと顔が生き返ってる。あ、本当？うん、超最高だよ。チュッパチャップスいつもどう加えてた？え、どうしてだろう。真ん中かな。真ん中？こう。そうどう加えてんの？俺やっぱあのブドウの皮を補充する場所そこにこう入れちゃうっていう。前世はハムスターだな。ハムスターだったかな、ずっとな。にしてはちょっとほっぺ肉が多い今世に来ちゃったな、ちょっと。本当だね。それではお昼ご飯を待ちたいと思います。こんにちは、お昼ご飯の時間です。なんか始まったよ。どうした？まず、いや、最終日だからちょっとでもなんか雰囲気を伝えたいなと思ったのよ。はい、それでは早速お昼ご飯のルーレットを回したいと思います。せーの、ストップ。何とは3個よ。はい、引いてください。わかりました。じゃあまずはこれと、で2つ目がじゃあこれで、三つ目が、はい、これですね。で、早速、開けていきたいと思います。この時間がワクワクだからね。まず一個目が、こちら。はい。うわー、見たことあるなー。まあまあ、今日は3個あるんで、これはプラスに働くんじゃないでしょうか。はい、来ました。キッコーマンの豆乳飲料、蜂蜜。優しい甘さの蜂蜜風味だって。いいね、今回は。これはいいね。これも飲み物ゲットってことですね。二つ目、こちら開きます。せーの。よいしょ。あ、硬い。缶詰系かな。おー、なるほど。はい、ということで、サバ煮付けです。サバ煮付け。まあでも美味しいんじゃない？缶詰のサバ煮付け、美味しいイメージあったんで。はい、サバ煮付けです。まあちょっと今のところもう一個主食が来ないとね、ちょっとまずいかなって気がするんで。じゃあ行きます。これあれだ、俺の嫌いな開け方のやつだ。よし。よし。オッケー。開きました。お！まあでもいいかな、これ。お菓子か。プリングルスですね。プリングルスじゃん。はい、しかもですね、ここにこういうプリングルスの、またこの木とかを細く削った時のぐらいの柔らかさのやつがついてますね。プリングルス、うわ、リアル。すごいブツブツ感とかもリアルになってて。ということで、デカキンの昼ご飯は、こちらの豆乳飲料蜂蜜と、サバ煮付け、そして、こちら、プリングルスです。え？食べ合わせ悪すぎないこれ。これは出たね。ぐっちゃぐちゃだね。ぐっちゃぐちゃ。今までね、なんか統一されてたのにね。あ、これやだわ、すごい。豆乳とサバの煮付け、まず合うと思わないし、思わない。で、そこにサバの煮付け食べた後にプリングルス、うん、あ、ちょっとやだな。多分この世で一番やっちゃダメな食べ合わせなんじゃないのこれ。超やばいよ。このガチャガチャで引いたものを食べ物にするとこちらです。よく用意できたね。すごいね、素晴らしい。まずはこちらですね、豆乳蜂蜜そのままですね。そしてもちろんこれを中に入れることができます。いいね。はい、こちらです。そして、これメーカーも一緒なのかな。月光って書いてあるよ。月下か。月花ってやつで全く一緒ですね。月花って書いてあるんですけど、こっちにも実は月花って書いてあるんですよ。ちょっとね、小さくて見えないと思うんですけど、見えるかな。月花って書いてあるんですよね。こっちは缶サバってなってますね。だ、こっちの方が高級感ありそうな気しますね。サバ煮付けです。で、プリングルスですね。いや待って、俺長いのだと思ったわ。短いタイプね。ちゃんと見てごらん、説明書。説明書？説明書見て、ちゃんと。何が長いやつでしょ、プリングルスって言ったら。普通は長いやつもあるんだけど、引いたガチャがショートバージョンなの。それこれショートバージョンだ。サワークリーム&オニオン味のスモールバージョン。スモールバージョンか。なるほど、俺がたまたま引いたやつがスモールバージョンなんだ。マジか。で、この商品は食べられませんって書いてあるわ。やっぱ食べる人がいるんでしょうね、この部分を。なるほど、わかりました。ということで、これをデカキンのお昼ご飯ですね、食べていこうと思います。食べ合わせどうなんだろう。でもこれ甘さありそうだよね、今回の豆乳はね。そうだね、蜂蜜だもんね。蜂蜜どんな、飲んだことある？蜂蜜の。ない？ない。甘さももちろんだけど、香りの方がすごい。天然の蜂蜜の香りがブワーってくる。へー。だ、豆乳感よりなんか蜂蜜の巣に顔をこううずめてる感じ、ぶち当ててるような感じや。蜂の巣で顔洗ってる感じ。蜂の巣で洗ってる感じ。蜂の巣で顔洗ってる感じ。匂いがめっちゃくるじゃん。そう。それは伝わった今。うん、そうで、うっすら甘さもあるから、うん、いいね。超いい、めっちゃ美味しい。で、こちらサバ煮付け。サバ煮付けどんな味なんだろう。じゃあしっかり味ついてるやつ。うわ、これはちょっと待ってよ。これはね、がっつり味ついてるね。あ、すごいよ。もうこれもうがっつり味ついてるね。もうデカキン大好きなやつかもしれない。いただきます。うまっ。これうまい。デカキンサバの水煮みたいなやつは苦手だったんだけど、これは超美味しく味ついてる。あの、蒲焼きの缶詰みたいな味。あ、結構濃いめ。濃いめの味。欲しくなっちゃうね。言うなよお前、そんなこと。これプリングルスしかないんだから。やめろよ本当に。うん、まっ。これうまいわ。ちょっと前にさ、うん、サバ缶ブームってきたよね。だいぶ前じゃない。でも結構なるのそれ。うん。遅かったか。それ、7、80年前の話だろ。違う違う違うよ。
ここ数年なんだよ多分。え、何どういうこと、それないよ、だいぶ前の話だろそれ。だからこれがね流行ってる。何何何、2020年から。2020年、うん、あれ意外にちょっと前じゃん。でしょ、これなんか自粛太り、うん、これを解消するっていうことで注目されて。えー、これ自粛太り解消してくれんの。賞味期限も長いし、うん、保存も効くでしょ、うん、っていうのもあってでブームになってる。え、これダイエットになるの、自粛太りのあれになるの。そう、これ栄養もいいしね。出かけもちょうど自粛太りですから今。え、じゃあその改善できるかもしれない。ちょうど太ったばっかりだったんで。嘘だろ。そしてプリングルス。プリングルスってこんな白かったんだ。超白いけど、こんななんか粉雪みたいな白さだったんね。いただきます。味濃いね。たまんないわ、味濃いね。うん、やば。プリングルス食べて、サバ缶。恋同士？食べ合わせ悪い。それぞれではでもうまいからね。全然このまま食べれるわ。うん。はい。あー、美味しかった。ということで、完食しました。いや、ちょっとね、お腹5割です。3つ引けたのに、ちっちゃい飲み物とちっちゃいお菓子とサバ缶だったから、食べ合わせの悪いサイドメニューを頼んだみたいな感じでしたね。いや、ちょっとこれやばいね。ちょっと最終日は、やっぱり最後の夜のご飯、これをやっぱいい感じで決めて終わりたいなと思います。ちょっとね、このままではまだお腹が空きすぎてて倒れちゃうんで、ちょっと夜ご飯に期待したいと思います。ということで、ガチャガチャで出た食べ物だけで3日間生活、最終日の夜ご飯になります。もう最後はね、いい感じで決めよう。はい、せーの、ストップ。もう最後の食事だから、最後の食事。うわっはっはー、ガチャ1個。最後に。まだいいのあるかもしれないでしょ。いや、もちろんある。それではガチャガチャお願いします。はい。よし、もうちょっとですね、見ないように。お願い、最後、神引き。ガチャガチャ1個だけど、もう最高の定食が欲しい、定食。もしくは刺し盛り。はい、じゃあこれにする。せーの、はい。ということで、デカキンはこれを引きました。では開封していきたいと思います。じゃあデカキンが最後の最後に引いたのがこちらです。よし、せーの、はい。硬い。横硬いね。最後のやつ開きませんでした。これはなんで開かないの。開かないね。ヤムシ開けれる。ちょっと開いた開いた開いた。はい、最後はもう開かないので無理やり取ります。でも、お、ちょっと待って。え、ココイチカレースラップって書いてあるよ。これはマスカ。来た来た、ココイチのカレーだ。すげえ、やった。ということで、デカキンが引き上げてたのがココイチカレーの野菜カレープラスロースカツ。いや、これ最後来たね。最後にすごいの来たね。ココイチ入ってたんだ。しかもほら見て、持ってるよ。うわ、ロースカツが乗ってるの一つだけ。あ、すごいね、これこれだけ、この一つだけで、あとはロースカツ乗ってないもん。デカキン好きなのココイチのロースカツカレーを結構食べるんで、これは最後神引きだったな。すげえ。では早速、ココイチ野菜カレープラスロースカツを食べ物に変えたいと思います。ということで、このココイチの野菜カレープラスロースカツを食べ物にするとこちらです。もう限りなくというか、もうそれを頼んでますからね。全く同じものを頼んでるので、早速食べたいと思います。わー、最後に最高の晩餐が。それではいただきます。よっしゃー。でもね、俺野菜カレーって実は食べたことないのよ。あ、ないんだ。野菜カレー食べたことある？あるある。え、どういう感じなの？やっぱりバランスを考えて食べるよね。あ、そういうことなんだ、うん、一般男性は。あ、うまい。もう関係ないわ、普通にココイチのカレーだもん。味超甘いかと思いきやそうでもない、普通のココイチの超うまいカレー。ロースカツいいね。いやー、うまそう。うん、うまいな。うん、最高だね、マジでね。幸せってこういうことになるな。ね、初の米だね。だからか、こんなに幸せ感じるの何でかと思ったら、そっか、初米か。ここまで米が当たらなかったか。もっと入ってたの？入ってるよ、いっぱい。そうなんだ、米当たんなかったからか。しかも、米に一番合うカレーって食べれるっていうのが最高だね。うん。いつもより人参も美味しく感じるな。うまっ。福神漬けもうまいもんね、やっぱね。うん。ここ行きゃね。カレーに合うよね。あ、はい、最後の一口です。うん、はい、完食です。ということで、ガチャガチャで取った食べ物だけで3日間生活達成。
っぱね、食事がね、決められるっていうのはね、結構なストレスでしたけども、やってみると楽しいね。そうだね。やっぱその、出たものがね。そう。で、出たものが、いい時だった時の喜びが半端じゃない。あー、そっかそっか。めちゃめちゃ嬉しいのよ。まあもちろん、やばかった時があるからこそ、良かった時が本当に嬉しくなるんで、人生と一緒だね。絶対人間の人生ってのはこう浮き沈みあった方が人生楽しめるんで、辛い時があるからこそ、成功した時楽しいっていうことですから。何を学んだの？はい。ガチャガチャから学ぶこと多いな、本当に。いやでもこれまたやろう、これは。うん、ちょっと楽しかった。次はもう3日間でやったから、次は1週間。1週間 ?1 週間、ルーレットなしでやろう。これもね。ルーレットなしでやる。用意するのも過酷だよ。まずね、いろんな食べ物を集めなきゃいけないからね、ガチャガチャでね。まあ、ちょっとできましたら、次は1週間とかも挑戦してみたいなと思います。この動画がいいなと思った人は、高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。バーイ。